しまった、しまった。学生の頃ですね、最後まで諦めるな、頑張れと言いつつ、はい、僕もそういう風に従ってたんですけど、朝下駄箱を開くとやはり何もなかったという、それ以来僕は学生の頃ですね、アンチバレンタインデーになってしまった記憶があります。いかがお過ごしですか。土曜日のお昼、楽勝大学始まりました。パーソナリティの北西博之であります。はい、はい、次のレギュラーですね。レギュラー、はい、レギュラーからいきます。レギュラーですよ。一応レギュラーになってしまいました。近所みっちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あとですね、今日はなんか男カジャーしますね。男カジャー、男カジャー。本当はですね、少ないですよ。これは僕の本当になんていうか痛恨のミスでして、本当はですね、今日ラジオに来てもらう予定だった人がいたんですけど、僕が1ヶ月日付を間違えてしまいました。ということで笑ってすます。ここ笑ってすまんかいみたいな。いや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 、そんだけですまないですね。マキさんっていう方がですね、名前出すか、名前出すか、ラジオに出てもらう予定だったんですけど、僕がずっとことこいで1ヶ月丸々間違えてしまいまして、しかも空港まで行ったんですよ。はい、空港まで迎えに行ったんですけどね。はい、であれ今日お迎えに来てますけどどうなんですかって言ったら、あ、それ3月の話ですよということで、そう、空港で分かったってことですか。はい、そうです。空港行く前にじゃなくて、B の到着口で僕30分ぐらい待ってて、あれ出てこないって聞いたんですよ。ずっと待ってました。待ってましたよ、僕。真面目に。ですか。あれどうしたんだろうって。シェアハウスも綺麗に掃除して。はい、綺麗にしましたよ。はい、そんな感じで。で、今日、代替で、ちょっとドラミちゃんが、代わりに出てもらってるんですけど。見えんわ。見えんですね。これ、ラジオですよね。で、これどうするべきなの、これ。男2人で。男2人で今から。つぐさんもいないよ。あ、つぐさん来た。今日は、さらにですね、違う、つぐさんファミリーがゲストに、ね、もう急遽つぐさんファミリーの、はい、こういうメインのゲストで、はいはいはい、おいでおいでということで、いいですね。助かりましたよ。助かりましたね。どうしようかなと思ってましたね。はいはい、こっち座ってもらいましょうね。どうぞどうぞ。はいはいはい、真ん中がいいんじゃないですか。真ん中、真ん中、つぐさんファミリー、そういうことで、あ、つぐファミリーが、あ、2分だ、ね、あ、この大学はですね、別に遅刻でも全然点数なんか引かれないからですね。はい、ようこそ。あ、楽勝大学の、ね、はい、メインレギュラーですね。オレンジ石油会長の、はい、あ、つぐでーす、はい、こんにちは。また遅れてきました。はい、よろしくお願いします。ようこそでーす。で、はい、今日は息子2人ですか。はい、今日息子さん2人がなんか社会見学みたいな感じで出てもらってるのかな、ね、はい、はい、あ、ツドバイカーバイしてても、はい、大丈夫かな。お名前どうぞ。お名前、はい、お名前言ってもらおうかな。ちょっと恥かさしてます。あ、ちょっと無理無理ですね。無理無理無理。お兄ちゃん、お兄ちゃんから。上原中羅です。ああ、さすがお兄ちゃんですね。あ、もう恥かさだからいいですよ。はい、お兄ちゃんは何年生なんですかね。5年生です。5年生。5年生。リンクは。あ、無理無理。今日はヒンズで言うと沈黙の行みたいな。サイレントゲストパート2みたいな。あ、OK です。沈黙のゲストも大歓迎です。そんな感じですね、楽勝大学始まりましたけど、どうしましょう。なんか頭がね、働いてないんですよね。あ、ゲスト、だから僕が空港までね、迎えに行ったんですけどね。1ヶ月月間違えて、あ、それ3月の話だみたいな。マキさん、はい、マキさん、マキさん、また名前言っちゃいましたけど。いい、マキさん、来月お待ちしてます。来月11日、じゃあ来月ラジオ出てくださいということで、もうすっとことっこいで、今日はゲストですね、はい、急遽上原ファミリーが来て、あ、ツーグファミリーが来ていただいてということで、はい、なんていうか、そんな緊張しないでください。明日日曜日だけど、チョコレートもらえそうなのかな。あ、なんか首振ってて分かんないですよね。そういうことで、いや、最後まで諦めるなで僕もこけたんですけどね。大丈夫。こういう時って僕これ個人的あれですけど、野球部も結構もらってましたよ。マジっすか。マジっすよ。それ俺に振ってますね。いや、すいません、2人に振ってますよ。あ、僕もらってます。あ、いました。ここにいました。野球部だったけどもらったことないです。あ、そうですか。ですね、野球部って知らなかったみたいですよ、皆さん。あ、そうですか。野球やってたのみたいな。そう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 。
3年の時びっくりしましたね、僕3年間何だったんだみたいな野球部とあとバスケとかなんかですね、なんかいっぱいもらってるのに、サッカー部が持ってました。あ、サッカー部、そうなんだ、サッカー部長、三藤さん2つ制覇してますけど、その時はもうあれ J リーグあったんですか。そうなるほどね。俺の時はね、J リーグもないかも、野球もう花形だったんですよ。はいはいはい、花形にもかかわらずですね、はいはい、ここお守りもチョコレートも、はい、もらったことないですね。あ、でもやっぱ男子校の色が強かったんじゃないですか、水戸さん。あ、中学校は一緒か。中高フォローできてない。また今フォローだったんですけど、ますますなんか今掘っていってます。掘っていってますよ。もう話しちゃいますよ、そこまで話したら。あのですね、はい、3年間、はい、こう補欠で便長を温め続けた3年間野球部だったんですけど、最後っていうのはね、やっぱり最後の大会って大事なんですよ、はいはいはい、こう3年生の最後の大会、はいはいはい、必ず皆さんね、こうお守り、はいはい、何々先輩頑張ってくださいっていうね、声でもらってるわけですよ、はいはい、まあ、まあね、スター選手とか、はいはい、モテる、うん、こうね、人だったらまだ、うん、まあ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 、はいはい、まあまあまあモテるからなって思うじゃないですか、うんうんうん、ところが僕と張り合ってるこのね、なんていうんですかね、目立たないっていうか、はいはいはい、補欠軍団、はい、補欠組、その友達がもらったんですよ。おお、あ、ちょ、やっぱ最後っていうのはこう来るかみたいな、やっぱ期待しますよね、うん、ちょっと こんなこと言っちゃあれだけど、はい、あいつでももらったじゃあ俺来るでしょみたいな、もう期待しますよね、はいはい、ところが来なかったんですね、これね。しかもですよ、これ、うん、大会終わるとですね、はいはい、もう教室で、はい、挨拶するわけですよ、はいはいはい、もう野球部3年間、あ、もう昨日の大会で終了しました、うんうん、皆さん応援ありがとうございましたっていう挨拶をして前に立って、うん、こう立ってる時に言われたんですね、女子中学生っていうんですかね、クラスメートの女の子に、はい、あれみっちゃん野球部だったのっていう野球部っていうのを知らなかったってことお守りどころじゃなく野球部っていうのを知らなかったみたいですね、僕が、うん、あ、そういうほろ苦いを通り越してちょっとこうエスプレッソ級のちょっとほろ苦さを醸し出す、うんうん、あれはね、落ち込むとかね、はい、なんかそういったのを通り越してですね、はい、あ、俺モテないんだ、うん、モテないんだっていうのがなんかね、こう待ってた自分が急におかしくなったんですよ、はいはい、これ来ないよ、待ってても来ないよみたいな来るわけがないみたいな、ね、いやていうかこれ、ミッツさん、モテるとかモテないのレベルじゃなくて、存在のモテあの、いや、ねえ、そう、空気よりも、はい、目立たない存在だったですね、空気みたいにって言うじゃないですか、うん、空気よりも目立たなかったですよ、僕はもう。そういうのがあったんですか。やっぱそれでもやっぱちょっとは期待しましたよね。淡い期待しましたね。ちょっとやっぱ中学校時代なんかほら、あのなんていうか、ちょっと父ちゃんのちょっとヘアクリームとか借りてちょっといい匂いさせてって、うん、もう無駄な抵抗なんですけど今思えば。クリームソーダっていうのが流行ったんですよ、うちの時代。クリームソーダなんですかそれ。あの骸骨の、知らないですか。知ってます。どんなやつですか。小学校低学年の頃は好きでした。なんか。そう、香水かなんかですか。香水みたいな、まあ香水もあったですね、はいはいはい、あといろんななんかグッズがあって、この骸骨のね、はいはい、絵描いてあのバッテンの、ね、そう、あれ友達がね買ってたんで、それ描いて遊んでましたよ。 あと絶対こういうことはないだろうと思うけど、あの口臭スプレーをプシュプシュやってましたね、14日は14日はもう無理ですよね。14日だけ朝の下駄箱開けるまでが僕の勝負なんですよ。これ14日にやったって意味ないじゃん。え、そうなの？なんですか下駄箱って。チョコ入ってるかなっていう。下駄箱にチョコ？はい。臭くなるでしょ。え、そういうのって、そういうシチュエーションってほらテレビとかよくあるじゃん。ラブレターとかわかるけど、なんで下駄箱にチョコレートなの？え、どういう風にもらう？あ、直接もらうんだ。直接でしょ。直接は机の中に。やっぱこれ土地柄かもしれませんね。え、土地柄、石川県では下駄箱にチョコレート入ってる。僕は下駄箱にあのもう最大のこう期待度を投入して、朝ドキドキしながら下駄箱をパカッと開けるって。あ、なんで下駄箱なの？だから。だから入ってる人はいたんですか、ちなみに。いましたね。下駄箱に。いましたね。なんだ。はいはいはい。直接渡すっていうのはなんかちょっと机の中とかさ。ああ。今どんな？今どんな今持ってきている学校に今そのまま入っとかって下駄箱に入ってる人はいた？
学校がチョコ禁止し、あ、チョコ禁止しよった。そうなんだ。何？あ、そうなんだ。うち小学校の時はお祭り騒ぎでしたけどね、なんか。お祭り騒ぎだった。そうそうそう。誰かにチョコっていうよりもなんか女子軍団っていうか、はいはい、ばらまいてましたよ。そう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 、そんな感じ。うん、あ、もうはい、あんたにあげるみたいな感じ。しかも上のね、5年生の時なんか、はいはい、6年の女の子がくれるから、うん、そこまでもらいに行ってましたね。うん、あ、そうなんですか。あ、本当お祭り的な感じなんですか。あ、ちょっと、あ、ちょっと違いますね。僕はそういう、だからオープニングコントは全然伝わってなかったんですね。はい、いきなり話ですが、なんだろうって壊れたと思いますよ、僕。あ、そっか。いや、あ、ここの、やっぱ、いいですね。こう、積極的にこう、渡すっていうのが、ここのバレンタインのやり方だったんですね。積極的かわかんないですけど、ね。あ、違うんですか。グダグダっていう。グダグダ。いや、下駄箱はないって話。あ、そうなんだ。これ僕の勝手にあのメルヘンチックな空想の中に住んでた話ではないはずなんですけどね、うんうんうん、どんなんですかね、うん、もらう人だけどね、うん、すごいもらってましたけどね、もらう人は堂々とみんなそう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 ってるからね、そうなんですか、横目に見ながら、うん、いいなあいつは、やっぱりね、あのサッカー部のなんかエースとか、エースとか期待するとしたら下駄箱とかじゃなくて、はい、学校帰りでしょ、そうなんですか、学校帰りに追っかけてきて、こう先輩みたいなね、いいですね、もうこれは憧れましたね、甘酸っぱいなんかドラマみたいな、ゆっくり歩いて帰るないです、追いつきやすいように呼ばれないっていう、やっぱりささやかな抵抗しますよね、抵抗しますよね、落ち着くまで期待してますけどね最後まで諦めるなって、今日も何もなかったね、もう一度学校まで行こうかなみたいな、はいまあ、歩き回れば誰かねこう気のせい気のせい僕を見つけきれなかったんだみたいな、やっちゃったかもしれない、そう次の日まで期待してますよ、なんかそうそうそう3日ぐらいまで一応ね言う私そびれてみたいなあるからそういうのも期待してと、うん、いうことは上原さんだけですね、もらってんの、あ、そんなにもらってないですよ、あ、そんなにもらってないですか、ガチでもらったっていうの僕ないんですよ、あ、そうなんですか、はい、あ、そうなんですかごめんなさい、僕もないですガチってあれですよ、個人的に、はい、個人的にないですね、ないですね、ギリチョコオンリーですね、あ、そうですね、ギリチョ、しかももう去年なんか、一昨年とか去年とか、はい、還暦過ぎたお姉さんからもらっただけですね、もらえるだけ大したもんだみたいなですね、で大人になってもらえます、仕事してた時は保険のおばちゃんとかによくもらいましたそういうそういうギリチョコって言うんですよねそういうそうですよね、そうですねまあ仕事柄、仕事柄ちょっと男ばっか、男にあふれる場所だったんで、今日は男塾みたいな感じの、はい、そうですね、あの楽勝大学なんで、そうそうなんですか、あ、そうです、そうですか、はいはい、どんな話で、もうだからこう甘酸っぱい、振りますよ僕はこう甘酸っぱい、もうあの昔のそういうバレンタインのそういう男ネタですね、これ女性とかだったら何をまた男はまたみたいな感じでこう聞いてんでしょうけど、男ってこう案外ロマンティストなんですよ、もしかしたらっていう、さっき言ったように、あ、そう、ロマンティストなんです、ロマンティストですよ、来てはもらえぬセーターをみたいな感じで、あ、全然ないチョコを期待して待ってるみたいな、うん、ほら、うん、あるじゃないそれをロマンティストって言うやっぱりなかったなんですけど、こうなんかやっぱりなんだ、あのやっぱりこう空想ぶわーっと膨らまして、こう来た時どうありがとうみたいな感じでいいのか、うん、それともちょっと2オクターブぐらい声を低くしてありがとうって言った方がいいのかなとか、うん、いやですね、ちょっとこう僕声高いんで、なるべく渋い声出してこうありがとうって言った方がキュンとくんのかな、ありもしないこうシチュエーションをですねやってたんですやってましたよ。で、北西さん、あの、はいはい、あの中学校の時なんか何やってたんですか。あ、何やってたんですか。あの僕あのいろいろやってたんですよ、ね、そうはやってないですねそこ聞きたいんです。あ、僕ですね、最初中学校の時バレー部入ったんですよ。あ、バレー、あ、部活、大会系ですか。うん、絶対部活入んなきゃいけないっていう中学校だったんで。とりあえずみんながバレー部っていうから、うん、あ、俺もで入ってったんですけど、うんうん、そこがむちゃくちゃもう戸塚ヨットスクール級の厳しさなんですよ。そうなんだ。はい。
でもう無理っていう感じで、バレー部が、はいはいはい、バレー部って厳しいんだ。厳しかったですね。バレーして遊んでるような感覚いきなり坊主とかって言われて、はいはいはい、あとスライディングとかこうボール取る時スライディングするじゃないですか、うん、あの時なかなかこう胸から突っ込めないんで、うん、耳引っ張られてこうガーンと投げられたりとかですね、今思うとこれってすごいなって思うけど、うん、やっぱそういうのでだん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 もう無理みたいになって、うん、スポーツの有名な学校だったんですか。そんなにじゃないよね。違うんかい。でも部活ってこんなもんなんだろうなって思ってて。あ、じゃあ3年間続けてない。ええ、1年ですぐ辞めましたね。で、あとは科学部みたいな感じの。科学部。高校は、あ、高校は一応剣道やってたんですよ。おお、はい、そういえば2段とか言ってましたね。一応少年剣道やってたんですけど。今じゃあできますか。ここでか。小学生でできますよ。できますよ。じゃあ集中力はすごいわけですね。集中力っていうか、ハエとか叩けます、箸で。あ、橋は無理ですけど、ハエ叩きでやればみたいな。誰でもできる。宮本武蔵みたいなのできないんですけど。うちのお姉さんなんか橋で叩けるとか言ってたよ、ハエを。え、マジっすか、それすごいっすね。すごい。ピンみたいな。マジっすか。みたいな感じで。そこまでの集中力ないんですけど、うん、あ、とりあえず僕も横島な別に心を鍛えるとかそういうのじゃなくて、うん、就職に有利だからって言われて、ほら、そうなんだ。ダウンを持ってたらとかっていう、そういう、だからあんまり。なんかあれですね。高校は普通校だったんですか。いや、僕違うんです、実は。違うんか、はい、そういう、あ、もう初めて言います。何系、お前これやってんのになんだこんな畑作業って言われる、実は農業高校だったんです。なんだと。マジっすか。じゃあ結構詳しいじゃないですか。いやいや、実はですね。なんで、マジっすか。農業高校って農業習わないの。習ってたけど、僕もうとりあえず行ってたみたいな感じの高校だったんで、はいはい、とりあえず高校の卒業の資格もらいたいっていうので、うん、そうなの、はい、はいはい、農業高校だから。何がしたくて農業高校行ったんですか。うん、いや、そこしかなかったんです。あ、もう学歴が欲しかっただけ。はい、そうですね。あ、こういうのラジオでガンガン行っちゃっていいんですかね。もう行っちゃってるから。行っちゃってるからいいんですかね。あ、地元の県は農業が盛んなんですか。まあ、そうでもない。稲作が盛んですよ。はいはいはい。その系。それ系でも全然ないんですよ。じゃないか。でも今思えばやっぱ農業高校っていいなと思うわけだ。うん。だから机にかじりついた3年間じゃなくて。結構牛の世話したりとか、お、楽しかったですよ。マジですか。やっぱピーターですね。じゃあね、ピーターですね。やりましょう、牧場やりましょう。あと豚の出産とかにも立ち会えたりとか、うん、豚の出産、お腹撫でてたらポコポコ産むんですよ。ポコポコ、はい、わ、すごい、ワンちゃんみたいみたいなとか、あ、こういう経験はなかなかね、普通できない。それはいいですね、はいはい、だから普通校でこういう風に机かじりついてた3年間の話聞くよりか、僕の場合はずっと作業服人生なんですけど、うん、そういう実習服っていうのを着てて、はいはいはい、ずっと高校生活やってたみたいな、うん、ただその時は農業やりたいとかじゃなくて、行く高校がたまたま農業高校だったからって、実はそういう高い志を持って行ってなかったんですよね。うん、後々になって、あ、実は行ってたけど恥ずかしくて、実は畑仕事も全然役に立ってないですよね、農園で。一応農業高校出身ですって言った日には、なんか言わない方がいいからね。ラジオ聞いてる皆さん、タンポポ先生には北西さん農業高校出身よって言わないでください、ね。言ってるかもしれない。もうかなりもう言ってますね。チューラもなんか農業やりたいって言ったのまた。言ってないんかい。言ってないんかい。楽しそうで言ってさ。実は、ね、楽しかったです。うん、はい、やったら楽しいんじゃないですか。うん、なんか牛の世話とかね、はいはいはい、やっぱ大変そうだけど、うんうん、畜産とか実は大変なんですけど、牛の目ん玉の可愛いこと可愛いこと、はい、畑でウサギ飼うんですか。ウサギの話出てますけど、はいはい、ウサギ飼ってもいいけど、また先の話を心配しちゃうんですよ、うん、解体誰がすんのみたいな。解体お肉に変えるのは誰。そっちか。まだ育てててもいないのに。食べるの。食べる心配してるんですよ僕。さすが1300度。はい、1300なんですよね。あ、ウサギ買ってもいいけどこれどうすんだろうかな。確かに草く食べてくれるけどなみたいな感じのもあるけど、そう、すぐ素直に。あれ食べるんですよね。要はクローバー食べるってことですね。草はならいっぱい食べますよ、うん、いっぱいあるしね。はい、はい、そうです。うん、食べるんだクローバーを。クローバーっていうか草なら結構食べますよ、草ちゃんは。じゃあ餌いらないですか。もうあそこに放しとけば多分全然大丈夫だと思うんで、畑にですね、うん、
どんどん増えるんじゃないですか、うさぎだったら。増えますね。だから雨露しのげる小屋みたいなのがやっぱでも必要ですね。放し飼いっていうわけにはいかないんですけど、うん、今日は農業の話になっちゃいましたねバレンタインから、はい、そうなんですよ、ヤギっていう話もなんか今動物飼うかみたいな話ポコポコ出てましたよね。ヤギですね。ヤギですか。ヤギは都じゃないですか。都に2万坪ぐらい買ってからヤギ牧場。ああそれいいですね。いいですね。本当に僕ペーターやりますよ。だったら。あいいですね。はい、ハイジーカナちゃんやる？ちゃんが駆け足するよ。うん。そういう話じゃなくて今なんかそう、もっとなんか言いたいことがあるんだけど、止めた怖いなんか言ったら、ね、どこにどう思ってっていいか分かんないんだけど、あーそうなんです。収まるの待っとこう。ちょっとじゃあちょっと暴走気味なんで CM なんか入れちゃいます。じゃあ CM の方入ります。さっとか、うん、機械操作とか見る？あっち見る？あっ、カメちゃんのとこ行って、うん、どんなのやってるの見ても見たらいい。 あっち勉強した方がいいね。そう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 、あとあとそうそうそう、あっち行きたかったらあっち行ってもいいし、うん、写真撮るの今のうちよ。すぐ今度も番組終わったらすぐ出なきゃいけないから、うん、どっちやねん。もう見といて大丈夫よそう、飽きたら出たらいいよ、リンクみたいに。オープニングトークやったんですね。何て言ってるのか聞こえなかったけど。あ、そうなんですか。多分伝わってないですね。はい。そう、いきなりなんかバレンタインなんです、ね、考えてきたんですね。オープニングトーク。オープニングの。はい、はい、どうぞ。はい、始まりました。ということで、もうヤギの話はもういいですか。いいですよ。いいですね。北谷さんが満足であれば。あ、もう、はい。こう、でも、僕初めてですね、うん、お嫁さんの今のお嫁さん、今のお嫁さんっていう、なんか前はいない最初挨拶に行った時、うん、ヤギ汁出してくれたんですよ。どうだったのして、僕それ出るのは最高のおもてなしだっていうサインだよっていうのは一応聞いてたんで、うんうん、あなるほど、そうですね、はいはいはい、めったにおめでたい時しか出してくれないんですよね、うんうん、もらえないんですよ、うん、そうそうそう、だからあよかったって思ったんですけど、まあ食べてみてって言われた時に、うん、やっぱりちょっと風地場いっぱい入れましたね、うん、でも匂いがとっても今好きです。これ何の時に行ったんですか。お嫁にくださいっていう。ああそういう感じで挨拶、お父さんをお嫁にください、はいはい、挨拶に行く時に。一人でですか。かかず、あ、僕一人です。一人で、はいはい、あそうなんだ、はいはい、呼ばなかったんですか石川、うん、いやとりあえず呼ぶのはもっと後でとりあえず僕見てくださいみたいな挨拶ですね。くださいっていうか今前提にお付き合いさせてもらってますのでみたいな感じの。結婚前提で。はい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 、はい、時ヤギ汁出たんで。それ時は制服。あ、いや、とりあえず襟付きの服ですね。ですよね。襟付きの、あ、ちょっと失礼のない T シャツでいけないですよね。やっぱそういうのは、はいはいはい、そういうので行きましたね。で、いろいろとヤギ刺しも食べさせてくれたりとか。いいですね。僕ヤギ汁って出されると僕はそれを思い出すんですよ。うん、はいはい、いい思い出ですね。僕はそういうので、なんか そこはなんかヤギなんか有名なんですか。いや有名ではたまたま、その嫁さんの家に付き合ってるその彼氏が来るからっていうので、もう亡くなったおじいなんですけど、はい、ヤギ汁を準備してくれて、やってくれたんですね。やってくれたんですよ。いいおもてなしですね。おじいが泣いちゃだけどって言うけど、あ、上等って言ってくれたんで、うん、ポンポンポンって住んでたんですよね、はいはいはい、僕はねフィリピンだったんで、ね、前の奥さんが挨拶行く前に別れちゃいました、ね、挨拶行く前ちょっと待ってくださいよ。挨拶行く前っていうか、もう挨拶行く前に席入れてたんですかね。結婚して8年間行ったことないですね。あ、挨拶行こうと思ってたんだけど、思ってたんですか。行こうね行こうねって言いながら、はいはい、別れちゃいました。じゃあなんか思い出のなんか一品とかっていうのはあんまないんです。ないですね。あ、ないですか。でもフィリピンだったらなんかこれ持ってった方が喜ぶとかっていうのないんですか、そういう家庭で。あ、そう、フィリピン料理みたいな、はいはいはい、何かあります。どういうことですか。こういうフィリピンではこういう豚の丸焼きとか
あ、フィリピンの料理、はい、ごちそうとか食べてみたいな感じのでしょう。あの、あ、いっぱいあると思いますよ、フィリピン料理は。あると思いますよってことは食べてないんですか。食べてないですね。ビーフンだけしか食べてない、ね、ビーフンってあれ中華じゃないですか、ね、そうなんですか。あ、そうなんだ。俺フィリピンの食べ物と思ってますよ。フィリピンって言うとあのなんかあの美味しかったですよ。エビとかいろんな入ってて、あ、そうなんですか。そうめん、焼きそばみたいな。そう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 。あれ春雨ですか。春雨。違うんですよ。ビーフンってあるんですよ、ちゃんと。うん、あ、そうなんだ。食べた。売ってます。売ってますよ。ビーフンって書かれて。あ、本当ですか。はい、中華。中華かなって僕思ってたんですけど。なんですね、はいはい。あっちだとほら、あの何ですかね、ナタデココみたいな感じの栽培あっちで流行ってるから、ああいう系の料理がなんていうか盛んなのかなとか、あとバナナの産地ですよね。ごめんなさい、僕ね、だから8年間フィリピン人と結婚したんだけどフィリピンのこと何にも知らないんですよ。一応首都はマニラとかなら大丈夫ですよね。あ、はい、あ、それは大丈夫です。それ聞きました。うん、でも公用語はあのなんていうんですかね、あの英語ですけど、うんうん、タガログ語でしたっけ。タガログ語、タガログ語でしたっけ、うん、はいはい、全然興味なかったですね。ミッツさんも結構興味ないのはもう全然もうスルーみたいな感じ。第一、あの日本語がうまいから、その、ああ別にコミュニケーションに日本語がうまくて、はいはい、顔もねなんか日本の美人系だったんで、日本人でよかったじゃんって話ね。あ、そうなんですか。うーん、あ、日本語が堪能だから結局そういうので、うん、あ、そうそうそう、なるほど、うん、な、一応8年間8年ですね。あのなんて、神城は神城は関城は、ちょっと、うーん、バレンタインからこういう話で今日は飛びますね。突っ込んでいいのか分からない、突っ込んでいいのか分からないというか。あ、そうなんですか。そういう、うん、じゃあでもあっちでもなんていうんですかね、僕もあのフィリピンっていうと僕も接点っていうかですね、まだ続けるんだね。与那原にですよ、与那原町にですよ、民謡クラブっていうとこがあったんです。民謡クラブ、はい、うん、そこであのこうダンスショーがあるから行ってみないかとか言って、民謡クラブでダンスショー、はい、民謡もやるけど、うん、中のステージではこうそういうダンスショー、民謡でダンスするんですか。民謡こうのあのショーと、あとフィリピンのそのダンスショー、フィリピンの、はい、フィリピンのお姉さん、ショータイムがあるわけ、ショータイムっていう、あ、そういうお店は珍しいですね。これ珍しかったです。僕はインパクトありましたね。18、19の、あ、これ言っちゃダメなんだ、20歳過ぎの時にですね。もう時効だから大丈夫、時効だから大丈夫です。もう時効過ぎましたけど、もう先輩に連れられて行きましたよ。はいはいはい、だもうあっちの子明るくてですよ、うんうんうん、もういっぱい英語でも話しかけてくるんですけど、うん、どうにかこう単語時制会話その時もうできてたんですけど、聞かれちゃまずいあの会話ってあっちのタガログ語でしたっけ。喋るよね、全然分かんなくて、でも多分これこのホステス同士話してなんか笑ってるんですそうです、そうです。これ絶対今うちらの悪口言ってるよなみたいな感じで、ね、そうなんだ。俺やっぱり楽天的なのかな、はいはい、俺のことなんか褒めてるってしか思ってないそういうので、はい、違う意味で僕はあ、国際コミュニケーションはすごいなここあのって思ってですね、うんうん、結構入り浸ってた時あったんですよ、うんうん、あ、そうなんだ。はい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 、あの若かりし頃ですよ、うん、やっぱ別に僕はフィリピンパブにハマったわけじゃないんですよ、うんうんうん、一回行ったぐらいなんですけど、ちょっとこれラジオでは言えない話になってるんですね。北谷さん結構行ってたんですね。あ、僕結構やっぱ男同士のそういう職場ってもう週末とかもう飲みに行くしかないみたいな感じの、あ、なるほどね、だって行かないだ行かないで付き合い悪いなとかっていう感じになってたんで、もう先輩に行こうぜみたいな感じで、はいはい、うん、もうそれで今日はって言えない空気満載じゃないですか、体育会系って、うん、どちらかというと、うん、はい、そういうので連れられてよく回ったっていうのがあってですね。あ、なるほどね、はいはいはい、そういう、はい、あんま楽しい思い出っていうのもあるんですけど、やっぱりそういう、うん、あのずっと説教タイムみたいなのもあってですね。だから僕あんまりそういう外出て飲むっていうのとかはそういうのがまた苦手っていうか、うん、はい、ありましたね、うん、よくあるじゃないですか、よくカラオケなんかも、うん、あ、お前なんか歌えよみたいな感じとか、そういう体育会系のノリってあるじゃないですか。ありますね、で先輩がカラオケ歌ってる時に僕たちがあのその
お姉さんとねお話ししてたりとかすると、うんうんうん、お前俺の歌聞けよお前みたいなバイクでバカーンとかそういう荒い職場にいたんですけどね、そんな人たち飲みに行って行ってたっていうか行かされてたみたいな、断れなかったんだ。断るなんてもう禁句ですね。そうなんだ、はい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 、もう大変な目にあります。じゃあ北西さんがもう上のになった時にはもう下の人には同じような、ああやんないですよ、やらないですよ。ていうかその前にもうあの独身寮から出たんで、うん、そういうお付き合いはなくなったから、逃げるために、そうですね逃げるためっていうとこれも母ちゃん聞いてたのやばいです逃げるためじゃ愛し合って結婚したんですから、ね、そうですよね、もちろんですそういうのもあって、はい、あ、なるほどね、はいはい、でもやっぱりそういう酒豪で鳴らした人たちってやっぱり後々ですね、うん、来るんじゃないかなって反対に心配した飲み方をしてたんで、先輩たちから断られましたからね、えいいよみたいなあ、なるほど、はい、あ、フィリピンから、やばい新入社員隊員が来たみたいな、ああようこそみたいな感じでこう酒の洗礼を浴びましたね。でも、はい、嫌いじゃなかったんですけど、うん、やっぱりあの面白がってこう飲まされてたっていうのがやっぱ最初の、はい、うん、きつい思い出があったんですけど、そう、いろいろやるんですよ、この意地悪いろいろ、ベーコン入れたりとか、チーズ入れたりとか、僕なんかチャンプルですよ、ビールと泡盛とあとウイスキーとで、ほら飲めみたいなとか、先輩の酒飲めるのか、優しい先輩ばかりだったんですよ、前いた職場はみたいな、そうですそうですね、前じゃベロベロじゃないですか、ベロベロっていうか、そうですね、うん、はいはい、今思えばよくみたいな、でもこれ当たり前だと思ってたんですよ、うん、外なんかもっとすごいぞみたいな、外っていうとだんだんなんかあれなんですけどもっとすごいんだぞお前、昔なんかな俺なんかなみたいな声始まっちゃってお酒の話はだんだんあれになりますからちょっとね危ない、危ない、だんだん時代がどんどん近づいてきてるような感じがするんで、そういうので来てますけど、はい、でもようやくあの沖縄も先週寒かったけどポカポカ陽気になってきて、うんうん、暑いです、はいはい、今日暑かったですよ、今日朝からも畑仕事、うん、何ヶ月かぶりに畑仕事してましたね、本当できたんですよ、あのずっと雨だったから、うん、畑入ってももう泥ぶっちゃで、うん、あの靴で入ろうもんならもう厚底靴になるくらいの、うん、で何にもできなかったんですよね、うん、もうあの雑草引っこ抜くぐらいが精一杯だったんですけど、あ、なるほどね、今日やっとトラクター入れられました、入れましたよ、はいはいはい、あの僕も今日ラジオだから作業服着てなかったんです、こういう時に汚れていい、あのそう汚れま、汚れまくりましたね、ラジオと今日午後からですね、あ、15時から後でまた宣伝しますけど、はい、落読というイベントもあるんで、うん、あ、そっか、はい、だからちょっと普段着じゃないあの、うんうん、はい、で来てたんですけど、落読は2回目ですか今度、いや、今回初めてです、朝からもうドロドロでしたね、こんなに限ってこういう日に限ってみたいな汗かいて泥かぶって、泥かぶってあ、今日俺仕立てのシャツがっていうけど、でも今日つぐさんのあのまた今日着てきましたよ、はい、このそうですね、中の白いの、あ、白いの、うん、見えないような、ユーストリームとか、あのツインキャスの人だったら見れると思うんですけど、ちょっと和服ですかね、はい、流装って言うんですかね、流装ではないと思う、流装ではないんですか、なんて言うんですかね、はい、これね、これ着てちょっとっていうと、やっぱなんかこれ着るとなんかスイッチ入りますね、そうですね、引き締まりますね、はい、いろんな面で、うん、あの、あ、なんかよくねみたいな感じの、うん、流装買いたいですね、はいはいはい、あ、流装ですか、ありがとうございます、やっぱりあれですかね、あの DNA が持ってるものなんですかね、この着物とか、なんですか、DNA が持ってるって、あの例えば、うん、そう洋服とかじゃなくて、やっぱりこういうの着ると、なんか、あれっていうのが、あ、着ることで気持ちが変わるっていう、上原さんとか、本当にあの三線とかやってる時って、多分こう、墓上に羽織って、うん、袴着てるんで、着るとなんか、やっぱりもう全くなんか、分かりますね、でも、ユニフォームでもそうですもんね、はい、着るとなんか。なんかそういうのがあってですね、うん、僕もあのなんていうんですかね、前も一
余興で僕もあの上原さんが三振引くのを手前で言いたくないんですけど、うん、僕もポロンポロンとは余興でやってたんですよ。その時にあのステージ衣装みたいな感じでこれよりもっと安いあのあのでやってたんですけど、あれ着るだけでもあのやっぱあ今から始まるんだどうしようみたいな感じのスイッチがどん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 入ってくるんですよ。わかりますね。わかります。わかりますよ。あの水尾さんの帽子と一緒ですね。そうそうそう、あの5年前は僕はヤギでしたみたいな、ヤギの、ね、格好したことあるんですけど、ヤギ なぜにヤギ、ヤギになりきるためにヤギなんかの余興だったんですよ結婚式の。はいはいはい、なんか変わりますよねなんかね。ああそうですね、余興やってる人とか面かぶったら変わりますよね。変わりますよねなんかね。 ありますあります。絶対こんな恥ずかしいと思ったんだけど、うん、これ化粧じゃなくてなんていうのこのもうペンキ顔に塗っていくと、うん、なんかもう人変わりますよ。変わります。何でもできちゃうみたいな、うん、そう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 。これ女性の前で言いたくないですけど、メイクすると人が変わるっていうのもそうなんですか、女性の難面性とかあるって。あ、ここでまた一人にしないで、また一人にしないでよ。熱でしょ。そうですか。いやだって僕あのありません、あのすっごい昔の話になるんですけど、成人式の時僕行ったんですよね地元に。どこに？あの地元の成人式、はい、あの石川県の、はい、女の子全然顔が識別できないんですよ。もう化粧がすごくて、うんうん、あのもうほらあの気合い入れてくんじゃないですか、はいはいはい、誰々さんとかっていうのが全然分かんなかったんです、うん、みんなすっごいメイクして晴れ着着てってなると、あ女ってすごいな、変身してるよとか思いながら、はいはい、だからそういうのでやっぱり女性って、女性もそうなんでしょうね、あのこうメイクするとこう変わっていくっていうか。それは分からない。え、違うん、また女性の化粧は違うと思いますよ。違います。うーん、変わるためにとかじゃなくて、あ、うん、そうなんだ、うん、そこはなんかなかなか突っ込み、あ、突っ込み怖い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 下手なこと言わないように やめてください、ね、とりあえずあれお味噌で怖いんですけど、はい、コラーメールは僕に当ててくださいね。コラーはしっかり受けますんで。かぶりもんですよね、かぶりもん、かぶりもん、うん、あの芝居するときでも、うん、はいはいはい、やっぱなんかかぶるとなんかもうその気になれる、その気になれる、うん、あ、そういうのか、うん、あの伝統芸能っていうのはあの、うん、やっぱり八重山とかね、うん、本島とかでもある、はいはい、大体神様のなんかやるときはミルクの面かぶ、はいはい、ったり、アンナマとかも、そう全部そうですよね、うん、さあ本当になんか乗り移ったかのように変わるから人が、まあ、裏声出してやるんですけど、あのアンナマとかは、うんうん、あ、そんなの見てるとやっぱりありますね。ちょんだらとかやっぱああいう化粧とか、そう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 、歩き方も、うん、やっぱり女性の化粧とは一致しないんですね、うん、それは。ここはもうやめた方がいいよ。あのまたここに戻した、あ、戻した、もう戻した、早く出してやつ出したのにも。僕はあのリピーターが大好きで、違うが、あのでもですね、あのメキシコプロレスっていうのも、もう仮面わざとそういうのを被るんですよ、うん、あのインカとかそういう文明ってなんか仮面でなんか神に、さっき言ったように、そうですね、神になれるとかっていうので、うん、あのメキシコのプロレスラーもわざとそういう派手な覆面被ってもう別人になるそうです、ね、それでこうすごいパワーが出るみたいな感じので、うんうん、そういうのってやっぱスイッチになってるんでしょうね、うんうんうん、ハロウィンとかなんかみんな、あ、いろんなね、なんか、はいはいはい、仮装するじゃないですか、はいはいはい、ああいう気合い入ってやっちゃうとそういう風に、うん、回れるんですか、お菓子くれみたいな感じあ、仮装行列っていうのもそういうので楽しめるんでしょうかね、うんうん、なんか別の話題ないですかね、なんかね、そうなんですか、別の話題ですか、何の話からこう仮装になってるのか分からなくなってるんですか今、あ、今日あれですね、なんか来たりさ、どうしたんですか、何か僕いたって普通ですけどみたいな。そう、あ、この服装の話からですね、服装の話から、話飛ぶのもこれも飛ぶんですか、いや飛ばないですか、ね、うん、あ、スイッチ入るっていう話ですよね、うん、スイッチ入るから仮面の話になって、そうですね、うん、いろんなのがあって、キテルさんはなんかね、んファッションとかそんなのも、はいはい、全然僕ポケットついてりゃ喜ぶ男だったんで、洋服に、うん、あ、ここにポケットがいるよねみたいな、ですよね、僕ポケットです、ポケットついてたら嬉しい派なんで、だから東映とか行くともう、あ、このズボン欲しいとかって東映会になるんですけど、おしゃれ人のとこ
いけないっていうか、これポケットないし、あれよく遠いで買いに行くんですか。あ、僕あの裏着ですか。かっこいいのありますよ。あ、一応ありますよね、うん、かっこいいのありますよ。これ作業着探しに行ってるんじゃなくて、あ、結構今普段着も置いてありますよ。あ、そうなんですか。普段着も東映で買ってるってこと。普段着っていうか、あのボタン襟の襟シャツなんかも、ペン差しなんかやっぱ普通のとこないじゃないですか。あ、そうなんですか。作業着じゃないそれ。作業、いや、やっぱね、ちょっとファッションあとジャンパーも好きなんですよ、うん、そういうのがあって、うん、ここで、あの、いや、あのこれからなんていうんですか、テレビ、はいはい、テレビ進出狙ってるんだから。お、そうですか、うん、だからもうちょっと作業服じゃ回るんですかね。そうそうそう、うん、なんかそう、うん、やっぱ洋服とかももうちょっとおしゃれになった方がいいんですかね、うん、そう、そうですね、普段から普段から普段は厳しいな。そうですか、わかりました。ということでちょっとここで CM なんか行っちゃってもいいですか。はい、はいはい、いいですよ。三振いきますか。三振いきましょう。なんかね、今日は迷子ですね。迷子になってますね。迷子になってるな。サミスさん、ミソさん、ツブさん、先生と一緒にラジオ聞いてます。何ですか。やばい。やばい。これやばい。なんだ、北西は農業高校出てたのに、なんだこの有様はみたいな感じ。北西さん大丈夫、先生全部聞いてます。そうなんですよ。どちらかというと僕はあの、はい、牛とかの方が好きでしたね。はい、10秒前。はい、後半戦参りましたけど、なんかですね、僕があの農業実は高校出てたっていうのをもうカミングアウトしちゃったんですけど、全部聞かれてるみたいですね。あのメール来ましたね。農園の主に。北西さん、三尾さん、つぐさん、先生と一緒にラジオ聞いてます。 ありがとうございます。先生聞いてますかね。北西さん、はい、先生全部聞いてます。やばい、またなんかあのガチでなんかあのすごいパワーがもらえそうですね、はい、あ、早速、はい、三振いきますか、はい、三振いきますか。三振つぐタイムが来ましたね。今日は何を弾いてくれる。あ、いいですね、三振の花ですか、はい、今日はもう八重山民謡じゃなくてね、はいはいはい、今日はまた普通にあのビギンの、ビギンの三振の花で、はい、ちょっと待って、お、チンダミの方ももうちょっとかかりそうな感じなんですけど、チンダミかかりますか。あ、じゃああのウェアラーさんで、最初の花をお願いします、いつしか忘れられた。おじいの形見の三線。ここのまで誕生祝いの島酒にもたれて。誇りを指で撫でて緩んだ糸を巻けば退屈でたまらなかった島唄が響いた。鮮やかによみがえるあなたと過ごした日々は柔らかな愛しさでこの胸を突き破り
咲いたのは三線の花。ありがとうございました。いやね、大好きですねこの歌。というかあの声はやっぱり何度聞いてもいいですね。いいです。鶴さんの CD 作りましょう。はい、CD 作っちゃいましょう、ね、はい。あのどういうバックは何がいいですか？あのこうザンパー王子シリーズバックにとか、それか今日いるからコーナーすればよかったですね。ああそうだよ、うん、冷たいなその目は。なんか乗り気じゃないか。はい。そんな感じ。あの祝い節とかね。あ、なんかそういう感じので。スリスリめでたいめでたいめでたいって上手ね。ああそういう。じゃないんかい。じゃないんかい。緊張してる。ちょっとこれは緊張、子供の方は緊張してますけど、はい、ありがとうございます。また借りつけてもらいましたけど、はい、ビギンの最新の花。もう1日何時間ぐらい練習されてるとかあるんですか？基本毎日あの触ってはいる。触ってはいる、まあ、なもう本当にあの試験前とか、試験っていうかあのこの、はいはい、コンクール前とかっていうのとやっぱり6時間とか6時間やってますね。あの仕事もしながらとか、うん、それは大変です。もう左って腱鞘炎になるみたいな感じ。そこまではないですか？あんなにみたいな。そうですか。僕なんか一応あの、はい、三振はもうなんていうのかな、はい、あの一応教わってるのはあの、はいはい、女性のに触れるように優しくっていうのが、はい、あ、そういう感じですか。ですよ。あ、優しく。よく自動車学校でハンドル握るとき、ハンドルの握り方はあの卵を握るみたいな感じのとか、ちょっと聞いたことないですね。ないですか？初めて聞きました。僕があの自練のときそういうふうに教わりましたけどね。ハンドルの握るのは卵を握るような感じとか、女性用に触るみたいな。ちょっとこれやなんか渋いですね。かっこいいです ね、うん、そうですね。優しく触りなさいよみたいな。三振も、それだけ大事に扱いなさいっていう教えも入ってるんでしょうかね。優しく弾いてってことです。優しく弾いて。優しくってことですよね。優しく。まあ一応大切にするもちろん。ゴルフの時も言われましたよ僕。え、ゴルフ？はいはい。こう思いっきりなんかガンガンガンだから、女性に優しく触るように、うん、はいはい、って言ったらなんか急にね、もう軽やかなタッチなんです。ああ、なるほど。なんかイメージがね、もうそうなっちゃうんですよね。そういう感じで、大事にしなさいということで。じゃあそれ卵の例えじゃよく伝わらないですね。なるほど。でも6時間っていうともう声とかも枯れません？あ、声は枯れます。あ、うん、だからあの何ていうんですかね、自分が歌う音よりちょっと落として、はいはい、あ、落として、うん、練習しますね。で、うん、やっぱり声枯れるから、うん、喉のケアに蜂蜜飲んだりとか、あ、そういうのは、うん、いいですね。いいですね。やったことないです。やったことないけど。喉のケアといえばここでまた強引に持ってきますけど、なんかタンポポ農園じゃないけど5次元研究所でなんかすごいなんかメニューが増えたっていう話聞いたんですけど、コーヒーの。あ、コーヒーですよね。はい。いいですね。喉にもいいと思いますよ。ね、喉にもいいと思いますよ。直接言ってください。そう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 。何かな。何があるんだろう。何があるんだろうでこう引っ張りますよ、僕。コーヒーありますよ、コーヒー。コーヒーやみちゃん。はい。復活というか、始めたっていうか。あの、コーヒーフロード超うまかった。超うまかったですね。はいはいはい。かなちゃん食べた？あの、やばい。かなちゃんが食べた。かなちゃんにコーヒーフロード、あの、なんていうんですかね、あのカフェオレのコーヒーフロー食べさせてあげる。あ、いいですね、いいですね。コーヒーフロー最高よ。はい。ミッドさんコーヒーフロー。どんどんどんとこう目に増えましたから。あ、いいですね。子供たちにも飲めると思うし。え、なんですか。あと水出しのあのすっごい。そう、入ってますよね。水出しコーヒー、あれ今研究中なんですけど。あ、研究中ですか。昨日作ったの美味しかった。今日味見、ね、水出しはまだ飲んだことないんですよ。あ、今日飲んでみてください。あ、ぜひぜひ。はいはい。そういう感じで水出しはあるわ、もうマチュピチュはあるわ。そうそう。水出しマチュピチュ、あの何でしたっけ。
あ、カプチーノ。カプチーノ。カプチーノが最初売りだったんですけど、ね、はいはい、どん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 急になんかすごいメニューがゴッと増えましたよね。そうそう、美味しい、はい、どこもう沖縄で一番あわあわなカプチーノですからね。あわあわなカプチーノ、ちょっとこれ勝ちなく負けますね、竹崎さんには。もうあのあわあわのこうミルクがこう口にコッとなった途端になんかじわっととかって、そういうなんか表現できませんかね。わかんないですか。これできないですか。そういう風なメニューのコーヒーも美味しい、コーヒー本当水出し、なんかびっくりしたんですけど、角がないコーヒーって、あ、これを言うんだっていうのを僕初めて飲んだんですけど、角がない、うん、角がないっていう言い方もちょっとあれ、自己主張がないコーヒーですよね。スッと入ってくっていうので、なるほどね。だからこれ、あ、喉もし痛い時なんか反対にこれ飲んだらスッと入ってくなみたいな。女性にタッチするような、あー、いやー、喉越しですよ、コーヒーが。はい、ぜひコーヒーに飲みにですね、はい、研究所なんかにも来ていただいて、ね、遊びに来てくださいね、コーヒー屋です、はい、あと それとですね、はい、今日、そうそうそう、今日、うん、今日僕も思い出したあ、これ聞いてないよね、思い出したんですけど、今日落読会落読会、はい、15時からあるんですね、はいはい、この落読ってちょっと簡単に言うと、簡単に言うとですね、あの速読を楽しくやるっていう意味だと思うんですけど、はい、いや、僕がすごいなと思ったのは、はい、これずっと、うん、タンポワ先生が言ってることなんですよ、うん、お、興味津々。本はタンポワ先生いつも言ってるんですね、こう、はい、本は読んだら覚えない、うん、見たら覚える、うんうん、本は見なさいって言うんですよ、うんうん、見るのと読むのと何が違うのって感じなんだけど、見てるんですよ、見たからもう一気に覚えてるんで、こう読んだら覚えないらしいですよ。これ興味津々ですね。これ革命起きますよこれ、うん、それを実際にこの落読っていうところをやってるっていうもんだから、うん、この見て映像化して覚えるっていうのをやってるんで、うん、おこれ受けた受けたと思ったら、ね、絶対先生の見て覚えるっていうのの、それもそのまま言ってるんですよね。これから僕の本にも出てきます、はい、見て覚える、はいはいはい、ちなみにですね、はい、すごい人がいるんですよ、うん、この見て覚えるっていうプロ、はい、今皆さんが通ってるこの、うん、書道、はい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 、竹崎さん、竹崎さん、はい、あの人すごいですよ、名前出してた。へー、あの人は本をもう見るどころか、はい、パラパラパラってやったら CD みたいに流れてくるらしいんですよ、映像が。何ですと、何ですと、全部もう、でもダウンロードみたいな感じでパラ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 ですよ、はいはい、ダウンロードしてその映像を、うん、あれと思ったら巻き戻して見ればいい。え、すごい、これ CD 化、これ、DVD 化だ、 DVD 化、みんなできたらこれすごいですよ ね、 ですね、あっという間に本当大学生ですね、うん、はい、すごい、本当はみんなこんな能力持ってるんですか。 ってあると思います、あると思うけど、このままだからもそんなのできるっていうじゃないですか、うん、どっちかというと寄せたらできると思う。最初からできたら怖い、怖い。字とかとかで覚えるよりやっぱ映像とかでパッとやった方が、映像がダウンロードされるって怖い、うん、これすごいですね、すごいですよ。ただそれもね、それ生まれなんでしょうね、その人ね、うん、ただあの落読っていうのは誰でもできるらしいんですね、うん、見て覚えるっていう映像、うん、でもそれ最初のすごいヒントになると思うんですよね、はいはい、目の活用術ですね、はいはいはい、すごいですよ、面白そうこれ、はいはいはい、何時からでした？ですね、3時からです、ね、3時から、ね、15時から料金、あ、お安く、あ、これ体験会なので1000円ですね、うん、いつも3000円でやってるんですけど、へで体験会でやってるっていうか行きたかったんですけど、うん、行けないなと思ってたら、はい、向こうが、あ、こっちで人集めるのだけやりますよって言ってくれたんですよ、はい、この、うん、人集めるよっていう約束で、はい、そう約束してたにもかかわらず、はい、今日気づいたんです、あ、今日だみたいな、あれですか、これ子供たちも行っていいんですか、大人だけで行けるのかな、行った方がいいね、だからぜひ来てもらって勉強にも行かせられます、はいはいはい、だってこれで勉強できたら最高じゃないですか、そう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 、ね、あのパラパラっと見て、うん、あ、もう今日のなんか習ったの全部頭入ったみたいな感じで、そう、体験でね、あ、こういうものやってるんだっていうのね、知るだけでもすごいじゃないですか、はいはいはい、うん、それをね、なんていうんですか、あの書かないって決めたおかげで先生はもうできるようになったんですよ、うん、見て覚える、うんうん、だもうあれですよ、そうですね、うん、もう映像が出てくるみたいですよ、うん、あ、これすごいことになりそうですね、楽しみ、うん、それをだから誰でもできるっていうのが落読かなって、そうですね、うん、とっても興味ある、はい、僕が興味あるんですよ、うん、ずっとね先生のそばにいてからね、うん、で三尾さんできるんですかって言われてもね、僕はできません、僕はできません興味ないですってごまかしてるんですけど、はい、できたいですよねで明日またさらにあの昼からありますよね、
はい、明日はあもういっぱいなんですか？ね、五次元研究会そうですよね、はいはい、ありますよ。三戸さん何のことですかみたいな顔してるからみたいな。いやいや明日も募集中ですね。明日少ないんですよ、はい、あ明日チャンスなんですけど、ね、チャンスですよ皆さん、チャンスですよ、はい、っていうかもう2月が最後ですね。はい、引退宣言しちゃいましたね、はい、先生、はい、だからついに2月で最後です。明日と次のもう1回含めてもう2回しかもうやんないよって来てるんでですね、なんかまた流れが3月から流れ変わりますよ、変わりますよ、とりあえずあの流れ変わってもこの楽勝大学は聞いていただけると嬉しいですね、はい、もう痛恨のミスでゲストが来てないみたいな感じですけど、でもあのつぐさんファミリーがこう遊びに来てもらったんで僕もちょっとあのすとごどっこいなミスをちょっとカバーできたんですかね、カバーできましたかね、はい、あ、でも来週もゲストいないんですよね。あ、来週ですよ、うん、来週ちょっと誰かいますよ、いますよ、出たいって言ってたし、はい、いました、いました、でも連絡来ないでしょ。あ、来週いないわ、うん、そうだ、じゃあラジオ切ったらいいかな、俺も俺もみたいな感じで、じゃあ来週約束した人がいるんですよ、どっかに。え、そうなんですか。でも誰か分かんなくなっちゃって、うん、あらまあ大変、もしあの聞いてましたらですね、約束してたよ俺っていうのとか私とかいうのを連絡いただければ、いました、いました、あの出たいっていう人がいるっていう、はいはい、大丈夫ですかってお願いされて、はいはい、そんな感じであの気楽にこうユンタクしに来るっていう感じの番組なんでですね、うんうん、はい、そうですね、はい、来ていただければなと思って、ユンタクいつでも OK ですよ、別にゲストとか大げさに考えなくても、はいはい、通りすがりで10分ぐらいで、はいはい、出てくる、何でもありですからね、もう途中トイレも OK な、あの大学なんで、そういうわけで、はい、また今日はちょっと事故もなくじゃないんですけどちょっとグダグダ脱げなかったんですけど、また来週聞いてくださいね、楽勝大学、またね、バイバイ、はい。